ピアス多いやつ、大体メンヘラ。はい、どうも、カーです。一回やりたかったやつ、ラパさんのやつ。ね、今日はね、カーね、ピアスね、拡張していきたいと思うんでね、それね、動画にしていこうと思うんで、よかったら最後まで見ていってくださいな。じゃあ、始めていきます。でね、ピアスなんやけどね、今ね、ここの耳、これが今12ミリの穴で開いてるんやけど、これを14ミリのピアスに入れ替えていきたいと思います。これがね、今までつけてた12ミリのピアスで、こっちが次入れる14ミリ。そんなに大きさ変わらないように見えるかもしれないけど、ピアスの2ミリってすごく違うから、多分痛みそんなにか感じないタイプだから痛くはないと思うんだけど、ちょっと入るまで時間かかるかもしれない。で、次入れ方なんやけど、こう、まあ耳の穴があるとして、こうクイックイックイッというこんな感じで入れていきます。じゃあね、入れていきたいと思います。まずこっちの下側をかけて、上も広げるようにクイッっていう感じで入れて、ちょっとこう広げながら、あとはスポット押し込む。あれ？入った。じゃあね、入れていきたいと思います。入るかな。痛い。めっちゃ痛いんだけど、高くなってきたし、もう痛い。よし、やっと入りました。はい、ってことでね、なんとか入れることに成功しました。14ミリ、可愛くないですか。そうです、ごめんなさい、茶番ですね。はい、そんなかもうすぐ入ると思わんかったし、まあでもね、か12ミリのピアスをねつけてる期間が長かったから、うん、入っただけだと思う。本当はね、もうちょっと多分時間かけて入れるのかなって感じなんだけど、ちょっとあんま参考にならん動画で申し訳なかったけどね、よかったらね、ずっとね、まあ、拡張もしてるし、ピアスも開けまくってるんでね、 Twitter の DM くれたら全然相談乗るんで、よかったら絡みに来てください。ピアスの拡張って何なの？なんだお前、そんなことも知らねえのか。母が教えてやろう。うん、ね、多分ね、一般的にねついてるのがこの20ゲージってやつで、 0.8 ミリやから1ミリにも満たん数字の穴で、00とかよく聞くと思うけど、00の拡張ゲージがね1ミリちょうど、それの上にやっていったらどんどん12ミリ14ミリとか、そのミリ単位の計算でなっていくんだ。じゃあどうして拡張ってするの？愚問だな。かっこいいからに決まってんじゃん。そうだよ、自分がねいいと思ったらやればいいと思います。はい、ってな感じでね、まあ TikTok のコメント欄かな、多かったの、うん、なんで拡張するんですかとかちょっと答えてみたんやけどね、そんな感じでね、 Twitter 全然 DM 飛ばしてくれたらね、内容答えるんで、どうやってどこを開けたらいいですかとか、全然カードわかることだったらね、説明させてもらうんでね、よかったらね、ツイッターがね、概要欄の方に貼ってるんで遊びに来てください。で、ツイッター、TikTok、フォローお願いしたいのと、この動画への高評価。で、YouTube チャンネル登録、よかったらお願いします。じゃあね、また次回お会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。これは牙ですか？いいえ、ピアスです。